今より少し先の未来、変わらない日常が繰り返される中、それは人知れず始まろうとしていた。闇の中で突然力に目覚め能力者となった少年少女たち、そして彼らを追う謎の組織トワのクオンは、本格的なアクションアニメであると同時に彼らの悩み苦しみながらも生きる姿を描いています。この作品を生み出したのは、昨年惜しくも亡くなられた飯田馬之助監督。病と戦いながら最後のメッセージを込めた作品です。その思いを受け取り、キャラクターを作り上げたのは飯田監督とは、機動戦士ガンダム第 08MS 招待などでコンビを組んだ川本俊博。温かいフォルムを持ったキャラクターが生まれました。協力監督に森武氏、コンセプチュアルデザインに伊豆淵豊、竹場慎吾など実力派のスタッフが揃い、近未来の東京を舞台に激しい戦いが繰り広げられます。そして主役のクオンを演じるのはこの方。クオンの声を担当させていただいております、神谷博史です。クオンというキャラクターに関してもとっても神秘的な少年といった印象を受けましたね。まあ、非常に穏やかな、少年といった印象でしたね、僕は最初。まあ多分見ていらっしゃる方が、いやきっとそれだけではない、何かそう心に秘めたものがあるんだろうな、その見た目の印象とは違ってそのちょっと違和感を感じるようなところがきっと見受けられると思うんですよ。それが一体何なのかっていうのはきっとおいおい明らかになっていくだろうし、それは皆さんぜひ劇場でご確認していただきたいんですけれども、きっとその仕上がった時には、なんだろうな、皆さんもご納得いただける何かになっていると思います。クオンたちの敵となるサイボーグ部隊、そこにいるのは、どうも、春役の鳥海光介です。まあルックス的なところで言うとですね、まあ現状ナンバーワンかもしれないですけど、まあなんだろうな、多分この世界観こういうお話ですから、イケメンであるってことは多分あんまり関係ない部分だと思うんですけどね。まあ本当にでも彼がどういうふうに考えて組織にいたりとかっていうのは、まだこれから多分描かれていくものだと思うので、その辺は本当に楽しみにしていただければと思います。自らの能力に戸惑いながらも必死に生きようとする少年少女たち、彼らの孤独な戦いに終わりは来るのか。劇場でこう見るにあたってですね、大画面でとても、贅沢な環境で見ていただくに、ふさわしい作品になっていると思います。特にやっぱりアクションシーンに関してはですね、本当に目を見張るものがあると思います。劇場にかかっている作品の中では群を抜いて素晴らしい仕上がりになると、今スタッフさんが申しておりましたので、その辺に関しては、お約束いたします。本当か？本当です。ですのでですね、劇場でぜひお確かめください。よろしくお願いします。非常に深みのある作品といいますか、なんかずっと続きが気になる作りになっていくと思いますし、見てくださる方と一緒にですね、僕も
お勉強をしながらまだかまだかと待ちつつ、次から次へと展開していきたいと思いますので、皆様も期待して待っていてください。トワのクオン全6章、6月18日より新宿バルトナインほか全国5大都市にて6ヶ月連続上映開始。前売り券好評発売中。ここでしか見られない映像満載の DVD 付きも見逃せない。さらにネットラジオも放送開始。どんな話が飛び出すかお楽しみに。最新情報は公式ホームページでチェック。